人がどう思うかっていうのは本当に気にしない。全く気にしないです。まあいないも同然ですよ、人は。バカの壁などの著書で知られる養老孟司さんが、高知の高校生たちに人目を気にせず好きなことをしてとエールを送りました。県教育委員会がグローバル教育の推進につなげたいと企画した講演会には、県内の高校生およそ660人が参加。東京大学名誉教授で解剖学者の養老孟司さんと、日本総合研究所の首席研究員で海外119カ国を訪問した茂谷幸助さんの対談に耳を傾けました。虫が好きで小学校4年生の時から昆虫採集や標本作りに熱中していたという養老さん。今も虫を探しに海外にまで行くという話をしながら、将来を模索する高校生たちにこう呼びかけました。嫌いなことやってもつまんないから、好きなことやったらいいと思うんですね。人生一回しかないから、人がどう思うかっていうのは本当に気にしない。全く気にしないです。まあいないも同然ですよ、人は。人はいないも同然。対談の後、高校生4人が登壇し、進路について意見交換しました。高知県はすごいいいところだと思うんですけど、すごい外に出ていろんなことを知りたいっていうのはすごい思ってて、自分のところってこういうところなんだよっていう違いを知るためにぜひ海外に行って、よそいろんなところ見てもらって、自分のところってこういうところなんだよ、よそ見て初めて分かるので、それは本当の国際人なんですよね。グローバルに活躍する国際人の強みとなる英語力について、ミッションスクールで英語を叩き込まれたという養老さんは、やりたかったら本気で勉強したんですよ。ちょろっと英語だなとか喋るようになろうとかじゃなくて、本気でやれば相当深いところまで行けるはずで、それは必ず将来に生涯役に立つわけですよね。養老さんたちのメッセージに登壇した高校生たちは、高校生ってやっぱり仕事とか悩んだりする時期だと思うんですけど、好きなことを突き詰めていくっていうのはとても自分の生き方の参考になるなと思いました。私も一度外に出て周りを知ってから高知に持ってきて、高知で輝くことで高知自体にも目を向けてもらえるような存在になりたいなと思います。